よし。こんばんは、夏みかんこと東夏みです。はい、なんかちょっと改まって動画撮るのめっちゃ緊張する。今日は自分を変えてくれたショールームについてお話しします。まずは今見てくれてる皆さんに夏みかんはどんな人なのかっていうのを少しお話しすると、ほんまにもう何にも自分の強みもないし、誰かズバ抜けて誰かより何かができるってわけでもないし、もうほんまにもう用を泣くし、用を怒るし、もう何にももう良さも何もない、なんかもうズバ抜けてる、もうこれが個性があるかとかってそんな全くないんですけど、そんな自分を変えてくれたのがショールームです。多分今夏みかんも同じように今見てくれてる皆さんの中で個性を探してる方だったり、自分の強みを探してる方だったりたくさんおると思うんやけど、その方々に少しでも何か届けれたらなって思います。よろしくお願いします。まず夏みかんは2016年の9月に事務所に所属したんですよ。だから約3年半前に所属したのと同時にショールームっていう配信アプリを始めました。ショールームとは誰でもな、もう誰でも簡単に配信ができる生配信アプリっていうのがショールームです。どんな人がたくさん配信してるかっていうと、夏みかんとかみんなと同じようにアイドルになりたいとかタレントさんになりたいとか歌手になりたいとか夢を持った人がたくさん配信しているがショールームです。配信する前にまず一番最初にしておいた方がいいなと思うことは、自分の一番イケてる写真1枚選ぶこと。それをショールームの配信のルームのサムネイルにします。夏みかんも一番最初の頃に一番最初に何も考えずにしとったルーム画像がこれ。やばない？めっちゃくちゃやばない？もう誰がこんなこの配信見たいねんって思うやん。で、そこでマネージャーさんにもっと自分の顔がはっきり見えるような顔とか可愛く見えるような顔とかの方がいいよって言われたから、この今はこの今はこのサムネイルにしてます。だから男の子も女の子も結構こうアップ目のプリクラとかっていうよりも、自分のアップ目のなんか綺麗に写ってるとか可愛く写ってる写真のサムネイルを作ることが一番最初にすることです。で、サムネイルができたら次はルーム名を考える。ルーム名も結構いろんな人の配信とかを見ると被ってる人とかもおるね。例えば夏みかんやったら、今は奇跡を起こす Z と伝説の夏みかんルームっていうのが夏みかんの今のルーム名なんですけど、最初の頃の、また最初になっちゃうんですけど、一番最初の頃は、なっちゃんルームっていう、それだけ、ただ、なっちゃんルームってだけやって、で、なっちゃんルームって調べたら、もう多分、何人出てくるんで、20人以上多分出てくると思うんやけど、そのルーム名を決めるときも、あんまり誰とも被らないルーム名を考えるのがおすすめです。で、自分でなかなか考えられへんかったりするやん。なんか、友達とかに聞くとか、自分が好きなものとルーム名を絡まし合うとか、ちょ待って、くしゃみ出そう。今、夏みかんだったら、今は奇跡を起こす Z、伝説の夏みかんルームは、夏みかん桃色クローバー Z さんがめちゃくちゃ大好きなので、桃色クローバー Z の Z を取って、奇跡を起こす Z にして、伝説の夏みかんルームっていうルーム名にしました。まあ、Z だけやな。Z だけしか撮ってないみたいになるんやけど、でもなんか自分の好きな言葉とかもルーム名に入れるとめっちゃいいなって思います。最後に自分の自己紹介を書くところがこういうところにあるんやけど、そこにはもう何でも自分のことを書けるねん。だから自分が名前とか自分の夢とか自分の趣味とか自分の特技とか自分はこんな性格ですとかっていうのをバーって書けるだけ書いた方がいいと思います。でも、夏みかんも最初からたくさん書けてたかって言ったら、そうではなくて、もう最初は普通に自分の名前、趣味、自分はこんな性格ですとか、だけでもいいと思う。何も書かないより絶対ちょっと書いた方がいいと思うから、それを書いてください。これが、まず配信するまでの準備
みたいな感じです。サムネイルを作ることと、自分のルーム名を考えることと、自分の自己紹介の欄に、説明欄に何か書くこと。これが配信する前の準備です。ここから配信スタートです。配信スタートする前に、まずはいろんな方が配信してるから、いろんな人の配信をブワーって見に行った方がいいと思います。夏みかんも最初配信始めた頃は、どんな人が配信してるんやろうって言って、結構見に行ってて、あ、この人歌、歌手を目指してるから、あ、オリジナルソングを歌ってるなとか、即興で歌考えて歌ってるなとか、いろんな配信者さんがいらっしゃるから、いろんな配信を見るのがすごくいいと思います。夏みかんも今でもいろんな配信者さんを見に行ったりしています。次は、最初からそんな配信なんてもう誰も得意でできる人もなかなかいない。じゃないですか。夏みかんも最初はもう全然配信もできひんかったし、配信するのも嫌やったりとか、なんか何話したらいいんやろうとか、結構悩んだりとかしたんですよ、めちゃくちゃ。最初は誰だってうまく配信できないのが当たり前やから、全然そんな何も気にせずに大丈夫。一つだけこれができてたらもう絶対いいっていうのが、毎日15分だけ、15分以上、16分でもいい。15分以上は絶対に配信した方がいいです。なぜかというと、15分以上配信することで、毎日タレントっていう、今日は1日ちゃんと配信しました。じゃあ2日目も15分以上配信しました。じゃあ毎日タレント 2日目です。じゃあ3日も、次の日も15分以上配信しました。そしたら毎日タレント3日目ですって、こう数字が出てくるんや。数字が出てくんねんけど、それが15分以上っていう決まりがあるから、最初は慣れるまでは15分、以上。だから15分じゃちょっと怖いから16分か。16分は絶対に配信した方がいいです。16分配信する中で、16分ってどれぐらいの時間なんやろ？カップラーメンが5個か。3、5、15やから。5個か。カップラーメンが5個できるのを全く時間配信するって考えたらいい。なんか長いようで短いんかな？なんか短い？短いかな？短いか。でも、だから、軽く考えて15分を、そんな、15分まだかな、まだかなっていうよりも、もう何も考えずに軽く配信するのが一番のおすすめです。夏みかんは最初の頃とかは、もう時間ばっかり気にしてたから、もう全然なんかもう、はよ15分経てやと思ってて。でも、なんか、考え方一つで、あっという間に15分経つねん。何をしたかというと、普通に桃色クローバー Z さんが大好きだから、桃色クローバー Z の歌をずっと歌い続けたり、その配信中に。で、歌って1曲3分から5分やん。だからもうそれだけでもう気づいたら、あと10分みたいな、あともうちょっとしかないやんみたいな、結構時間が過ぎるのにめちゃくちゃおすすめやし、ちょっとずつちょっとずつ慣れてきたら、こう配信中にこうアバターって言って、こうパッて見てくれてる人がアバターとなって、こう来てくれるんですよ、配信中に。その時にこの来てくれた方の名前をめっちゃたくさん呼ぶっていう。例えば、じゃあこの方がレモンちゃん、じゃあ夏みかんやから、じゃあレモンちゃんっていうリスナーさんやったら、レモンちゃん来てくれてありがとうございます、レモンちゃんほんまにありがとうございます、お仕事終わりましたかとか、このレモンちゃんに対してありがとうとか、レモンちゃんっていう名前をたくさんいっぱい呼んであげるっていうことが、一番最初の配信とか慣れるまでとか、ちょっとずつ慣れてきてからは、こう名前呼ぶことがすごく大切なんじゃないかなって思います。夏みかんも配信始めた頃はもうなんか話し方もわからへんし、何話したらいいかもわからへんし、やっぱ配信ポチって最初の頃って緊張するやん。だからなんかどうしたらいいんやろうと思っとったから、もうずーっとこのアバターのてかリスナーさん、アバターの名前をずーっと連呼して呼びまくってた。もう誰々さん誰々さんありがとうございますって、もう呼びまくってたから、最初からうまく話さないとダメやとか、これをしなきゃとか、そんなはもう何も考えなくて大丈夫で、もうずっとずっと名前呼ぶっていうのを頭に入れといたらすごくいいんじゃないかなって思います。そう、名前を呼ぶっていうのを意識しつつも、そこでこういうさんやったら
昔とかは名前って書いて夏みかんっていう名前でルームフォローしてねっていうのをこう配信してる時にこう持ってた時もあるし、じゃあここの壁にこうやって飾りながらずっとこう配信してた時もあるし、ここ例えばじゃあちょっと遠いけどこうやって自分の名前とか何を目指してる人とか、ここにじゃあ例えば歌手目指してますとかアイドル目指してますとか書いて、自分の最低限の自己 PR って言ったらいいかな、最低限の自己 PR みたいなのをこう画用紙に1枚でも2枚でも書けるだけ書いて置いとくと、置いてたりこう手に持ってるだけで、それも一ついいと思います。ここにじゃあレモンちゃんがいてくれたと思ったら、こうパッと、はい、レモンちゃん来ました、レモンちゃん、はじめまして、夏みかんっていう名前です。夏みかんはタレントさんを目指してて、桃色クローバー Z さんがめちゃくちゃ大好きです。さっきはハンバーグを食べて、あ、でもそのハンバーグは妹が作ったんですよ。で、もしよかったらルームフォローよろしくお願いします。レモンちゃん、ほんまに来てくれてありがとうございます、みたいなことをこの一人一人来てくれたリスナーさんに話しかけていくっていうのがすごく大切やと思います。夏みかんも最初の頃もそうやし、今でもこう来てくれたリスナーさんとかに対して、ありがとう、お仕事終わりやのに来てくれてありがとうとかいうのをすごい心がけています。はい、配信で何をしたらいいのかっていうのを悩む方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、確かに配信を続ければ続けるほど、あ、昨日もこれ話したしな、今日も何話そっかなとか結構悩んじゃうと思うんですよ。でもそれは悩まなくて全然大丈夫です。話さなきゃいけなきゃいけなきゃって思うことあるじゃないですか。夏みかんも今でも、あ、どうしようこの沈黙とか、どうしようこの時間とか考えることをたまにあるんですよ。一番最初にやってたのが、結構その相手に対して質問を紙によく書いてました。夏みは質問だから、今日は何食べたとか、何が好きとか、何色が好きとか、お仕事何してるとか、どういう子がタイプとかいうのをパーって相手に対して質問を書く、相手に対して質問したいことを紙に何個か書いとく。それでその紙を別にこう見せるわけではなくて、こう来てくれて、あ、何話したらいいやろ、どうしようと思った時に、こう誰々さん好きなタイプって何ですかって聞いたり、このお助け紙っていうのかな、そのいざとなった時のために使うお助け質問紙っていうのを準備したりとか、それこそじゃあさっきみたいにこう、あの、自分の名前とかを書いた紙にをこう出して、なんか質問ありますかみたいな、なんで夏みかんになったとかっていうの気になりませんかとか、もうちっちゃいことでいい、ちっちゃいことでも何でもいいから、その思ったことをパッても発言しちゃうっていうのがすごく、あの、いいんじゃないかなっていうか、あの、大切なんじゃないかなって思います。夏みかんも最初からほんまに話せたわけではなくて、同じスタートで始めた子たちはどん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 1ヶ月2ヶ月でフォロワーさんが1000人とか2000人いく中、夏みかんは全然フォロワーさんも伸びなくて200人300人とか2ヶ月でとかやって、すごいなんか毎日毎日配信しとっても、なんでフォロワーさんが増えへんねやろうとか、なんでなんやろうってもうずっと悩んどってん。もうずっと悩んどって、なんでやろうって思っとった時に、じゃあどうやったらフォロワーさんが増えたのか。フォロワーさんが増えたきっかけは、夏みかんは長時間配信がフォロワーさんが増えたきっかけです。長時間配信っていうのは、もうずーっと一日中24時間ずーっと配信をし続ける。一回も切ることなくずーっと配信し続けました。最初からできたのかって言われたら、もうそうではなくて、もうほんまに眠たかったし、もうほんまに死にかけたし、もうめちゃくちゃお腹は空くし、もうトイレも行きたいし、急にお腹も痛くなるし、もうめちゃくちゃもうやめたろかなと思って途中で、もう朝のその24時間連続配信中の時のその朝方の6時ぐらいが一番ピークにしんどくて、でもなんでそれを乗り切れたかっていうのが、ここでもう諦めてしまったら、これから先何事も諦めてしまうなっていう自分の頭の中で、それが蘇ったというか、それが頭に詐欺った、え、なんていうんやろこういう時って、頭に来た
来たって言っていいかな、頭に来て、自分の夢は一人だけの夢じゃないっていうのをすごい感じながら長時間配信をその時してたから、でもそんな時にはやっぱり一番は自分の目指してる夢を考えて妄想すると一番効果的やと思う。夏みかんの時は、あ、ここで諦めちゃったらもうももクロと、例えばじゃあももクロと24時間マラソン走るってなった時に、自分だけしんどくてももクロだけが走っていって、うわあかんなと思って、ここで諦めたらあかんなとか、だからその憧れてる自分の姿とか、憧れてる人とお仕事してる姿とかをもう頭の中で妄想すると楽しくなる、楽しくなって、あ、頑張らななって、ピークにしんどい時を超えてしまうと、もうなんかあれ、なんか全然しんどくないわみたいな感覚に頭は遮るんですよ。だからしんどくてもそこを乗り切るっていうのが大切です。でも誰もがかも長時間配信ができるってわけじゃないじゃないですか。長時間配信だからバイトとかお仕事とかある方もたくさんいらっしゃると思うから、まあ長時間配信は一旦置いといて、じゃあどうやったら増えるのかって言った時に、一番はもうサムネをとびっきりもう誰よりも目立つようにするとか、もうこれ5000人に1人の可愛いサムネやぞみたいな、そのサムネってこのルーム入る時の顔、さっき一番最初に説明した時のやつなんやけど、ポチッと誰もが押したいっていうのを思わすルームを作るとフォロワーさんが増えるのと、一発芸みたいな、一発芸はちょっとまたちゃうんかな、でもその入ってきたリスナーさんに対してもう飽きさせない、そのルームを出ようとてか、ルームフォローを絶対してもらうっていうようなパフォーマンスをするみたいな。例えばじゃあ今パッと思いついたのが、これ似てると思ったら絶対ルームフォローしてくださいねってまず言って、行くよ、ちょっと待って。どうも、クーダークムでーす。私は最近ショールーム始めたばっかなんですけど、フォロワーを増やすために毎日配信しています。よかったらルームフォローよろしくお願いします。どうも、クーダークムでしたって言ったりとかこうして、ね、あ、似てると思った人はほんまルームフォローよろしくお願いしますみたいな、絶対してくださいねみたいなことをしたりとかして、まずフォローを増やす、これが2つ目で、それこそこう見てくれてる、こう入ってきた人とかに対してこう自己紹介した時に、最後に、絶対最後ではなくてもいい、常に皆さんよかったらルームフォローよろしくお願いします、何月何日までには絶対に500人フォロワーさんを目指しているので、500人フォロワーさんを目指しているので、ぜひルームフォローよろしくお願いしますとかいうのを、あの、積極的に自分の口から言うこととかもすごくフォロワーさんが増える大切なことやと思います。この3つをまず心がけて したらフォロワーさんはちょっとずつちょっとずつ伸びてくると思います。夏みかんも実際にそういうことを心がけていけ、いって、ちょっとずつちょっとずつ心がけていって、フォロワーさんがちょっとずつ増えていったので、ぜひ参考になったか、じゃあ高田久美さんは真似しなくてもいいんですけど、自分の持ってる特技とかモノマネとかをするのがすごいおすすめおすすめです。じゃあ次に、ショールームにはイベントっていうものがあるんですけど、その夢に一歩でも近づくためにこのイベントっていうのがあって、それはモデルさんを目指している方だったら東京ガールズコレクションのランウェイを歩けるっていうイベントだったり、神戸コレクションのランウェイを歩けるっていうイベントやったり、どっかの雑誌に載れるっていうイベントやったり、歌手を目指している方だったら有名な作家さんに自分のオリジナルの音楽を作曲してもらえるとかいう、イベントがあったり、いろんなイベントが毎月毎月20個から30個以上あって、一番最初におすすめしたいイベント、一番最初に夏みかんも出たことがある、一番最初に出たことがあるイベントがスタートダッシュイベントっていうイベントなんですけど、それはもう始めたばかりの方だけしか出てないイベントなんですけど、待って、鼻かゆい。イベントに出てた方がやっぱりその注目され度が違うんですよ。普通にもちろん配信してても見てくれる人もいるけど、でもイベントに出てることによってそのポイントだったり、この配信してるこの回数だったりで、こう見てくれてる人が見てくれやすくなるんですよ。見てくれやすくなるっていうシステムがあるんですよ。そこまでなんか私もそこまでこうこれがこうっていう詳しくはわからないんですけど、でもそういう
システムみたいなのがショールームにはあるみたいで、やっぱ応援してくれるファンの方のありがたさっていうのをすごく感じるし、夏みかんもその時すごい感じたし、あ、自分のためにこんなに時間を使ってくれて、ギフトって言ってお金を使ってくれて、すごいなっていうのをすごい感動したのを今でも覚えてるし、だからこそこの応援してくれてる人たちの期待を裏切らないように、もっともっと頑張ろうっていう気持ちになれるので、絶対にまだ出たことない方はスタートダッシュイベントに出た方がいいと思います。で、もう出たことある方は、次のステップの自分が出たいなと思うイベントとかに積極的に出た方がいいと思います。そこで、イベントとか出だしたりとかした時に、こう一つ、夏みかんが大切やなって思うことが、そのファンルームっていうのがあるんですよ。ファンルームっていうのが、その、会話を交流できる場所って言ったらいいのかな。あの、ファンの人とかと会話を交流できたりとか、次の配信時間は何時からですっていうのをつぶやける場所っていうのがあって、そこのファンルームをもうフルに有効活用、最初は絶対した方がいいと思います。最初はっていうかもうずっとやけど、最初からどん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 した方がいいと思います。何をしたらいいのって思った方は、次の配信時間を書いたりとか、リスナーさん一人一人にありがとうっていうメッセージを書いたりとか、もう本当に何でもいい。今日は配信してこう思いましたとか、そういうのでも大丈夫。ファンルームっていうのを有効活用すごくするのをおすすめです。どうやったらイベントに勝つことができるのかっていうのをお伝えしたいと思います。今まで過去に夏みかんはショールームで神戸コレクションのラーメンを歩かせてもらったりとか、1ポントのステーキハンバーグ屋さんのイメージガールにならしてもらったりとか、名古屋テレビのザキとロバっていうレギュラー番組をレギュラーとして出させてもらったりとか、ダイエットとかで飲むセブンティーンスムージーっていうイメージガールにならしてもらったりとか、たくさんショールームで夢を叶えて来させてもらいました。その時にイベントでどうやったらそのイベントに勝てるかっていうのは、夏みかんが一番思うのは、もう自分の気持ちを素直に伝えることだと思います。あの、応援してくれてるファンの方とか見てくれてるファンの方とかに、もう自分の気持ちをたくさん伝えてたくさん感謝をすることが一番イベントの1位につながると思います。もちろん一番最初からイベントに勝てるわけでもないし、くじけることもあるし、つまぐつくこともあるし、夏みかんも実際なかなか1位を取ることは、最初の始めた1年間とかは、もう1位を取ることもできなかったんですよ。最初のスタートダッシュのイベントは4位かな ?4 位で終わって、どん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 いろんなイベントにずっと出続けても、3位だったり、4位だったり、2位だったり、もう何回も何回も悔しくて、悔し涙も、もうたくさん流してきたんですよ。でもそれでも、どうしても叶えたい夢が自分の中にはあるっていうのを素直に応援してくれてるファンの方だったり見てくれてるファンの方に伝え続ける、言い続けるっていうことが一番大切やと思います。いろんなライバルの方とか、もちろん配信を通じてすごい配信が上手な子とかいっぱいたくさんいるんですよ。配信の中で上には上がたくさんいるけど、でも自分は自分しかないし、夏みだったら夏みは夏みらしく、みんなだったらみんな一人一人の個性もあるし、一人一人全員が全員一緒かって言ったら、みんな違ってみんないいっていう言葉があるのと一緒で、みんな人それぞれいろんな色を持ってると思うんですよ。だからみんなはみんな、夏みは夏み、だから自分は自分って思ってイベントとかもやり続けて、最後まで自分の気持ちに嘘をつかず、たくさん感謝と自分の熱意、熱さをずっとずっと言い続けることがイベントの1位につながることだと思います。ショールームはもう歌が上手い人が人気になるかとか、スタイルがいい人がモデルになれるかってそうではなくて、本当に努力し続けた人だからこそ夢が叶う場所、それがショールームです。夏みかんも今でもすごく泣くこともたくさんあるし、悔しくて大きな壁にぶつかることももうほんまにたくさんあります。でもそれでも
やっぱり叶えたい夢もあるし、家族の自慢の存在にもなりたいし、応援してくれてるファンの皆様の応援に応えたいって思う気持ちで毎日配信を頑張っています。これから絶対にいいことばかりではないとは思うけど、でも自分が目指してる夢が一つ一つ叶うことを信じて、これからもショールームを一緒に楽しみながらできたらいいなって思います。夏みかんがこのショールームで一番感じて一番大切にしている言葉が、昨日よりも今日、今日よりも明日っていう言葉をすごく大切にしています。昨日よりも今日たくさん笑って、今日よりも明日たくさん笑って配信しようっていうのを心がけています。少しでも今始めようと思っている皆さんや、今ショールームをしているみんなに、私も頑張ろうとか思っていただけたら嬉しいです。それではこれで終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。夏みかんでした。バイバーイ。